ちゃんでそうなったら怖いんで。でもルーナも腕さなんか手術したりしてたよね。ああ腱鞘炎にはなった。そうだよね、腱鞘炎ってこじらしたってことでしょあれ。そうだね、痛すぎてもう動かせなくて激痛、激痛だった。手術どうだった？え、手術の話？なんで？うちさ手術とかしたことないからさ。いや、しない方がいいから。いやだってさ注射とか超怖いしさ、ちょっと一応そういうの聞いとこうかなと思ってさ体験として。なんか手術今後の参考みたいなの受ける気ですか？もしかしたらね、うちの左腕が爆発したらさ、手術する可能性あるじゃん、やっぱ。いや、絶対受けない方がいい。めちゃくちゃもう、泣きますよ。痛くて？痛くて。泣く。やだー。超、ルーナ子供みたいに大泣きしましたもん。怖いもん。ルーナはこの子供、赤ちゃんはしょうがないよな。いや、ルーナ大人だから、セクシーアダルトルーナなんだけど、それでも我慢できないほどの激痛が襲ってくる。手術は絶対にしない方がいい。要するに、絶対指は大切にした方がいいです。なるほど。やっぱ、骨と骨の間に軟骨を差し込むなんて手術は恐ろしくて怖い、やばい、ちょっと、ね、やばいよ、やばいですよね。なんかあの聞いた話によると、うん、やっぱね手術系はねあのなんか全身麻酔のものかな。いや全身麻酔できないよ。できないの？できない。わルーナも言ったんですよ。あの言ったの？あの全身麻酔してくれませんかって、痛いの怖いから嫌だと思って、あの寝てる間に終わりたくて、あの全身麻酔って言ったらそれはできませんって言われて。なんで？あ、日帰りだから。え、あの日帰りじゃなかったら行けたってこと？あ、まあ病院によりますけど、まあ病院によるのかな。ルーナが行ったところはあのベッドとかないから日帰りで帰んなきゃいけなくて。なるほどね。もうもはや入院する設備がないからってことか。ないから、もう局部麻酔だけで、もう意識がある状態での手術という、恐ろしい。恐ろしいよ、そんなの。そうだよ。だから絶対手術はしない方がいいから、要するにスプラッドは2時間までにしましょう。わかった。わかった。左手の手術はしないように気をつける。